はい、こんにちは。日本語を勉強するときに学習者から質問されることがあるので、今日はちょっとそれに答えていきたいと思います。もし日本語を勉強してて、ちょっと疑問に思っていること、勉強する前にね、どう勉強したらいいのか、疑問に思っていることがあったらコメント欄で教えてください。はい、ではいきます。1つ目、単語を漢字、単語と漢字を勉強するベストな方法は何か、っていう質問があります。ベストな方法何でしょうね。単語と漢字、これはですね、一つ自分がどっちに入るのかっていうのを、確認してもらいたいんですけど、ライティングオアリスニングっていうことですね。どういうことかと言いますとね、書いて覚える人、書いて見て覚えるタイプの人と聞いて覚える人の2つのタイプがあります。聞いて覚える人はですね、アニメとか日本のドラマを見てそのセリフをですね覚えたり、頭の中で聞き取れるようになって、で一緒に、アニメの映像とかドラマの映像とそのセリフをセットで覚えて、 この時にはこういうふうに言うっていうのなんかもう文法をよく分からずに覚えてる人がたまにいますね。でライティングというのは書いて整理して、頭の中で整理して覚えることができるので、ここはちょっと時間がかかります。でも単語と漢字はどうしてもね、書いたりしないと覚えられないので、単語と漢字を覚えるのはこっちの人の方が得意な場合もあります。漢字に関してはですね、漢字は形から意味ができているので、形を見て、日本人はどうやって漢字の意味を覚えているかというと、漢字の形を見てその意味を、意味を覚えています。本当に難しい漢字は、その漢字を見て、想像してたり、して覚えてたりする場合も あるんですね。なのでこれはよく、よくある話なんですけど、日本人が中国に行って中国の映画館に、行ったりとか、中国の映画館で行った時に、ハリウッドのね、彼は英語ができたのでアメリカの映画を中国の映画館で見ようとしたと。そしたら字幕が全部漢字だったんですよね。中国語は全部漢字なので、全部字幕が漢字だったので、その漢字を見るだけで中国語は分からなくても今何を言ってるのかが分かるっていう、ことはよく日本人があります。で中国語を勉強している学習者の中でも日本人は一番、リーディングの力が中国語ではあるっていうのは、まあ、ちょっとこれはよくある話なんですけど、漢字はどちらかというと書いて形で覚えるのがいいのかなと思いますね。だそういうのを YouTube で書いてる人もいますし、私もね TikTok で、漢字、基本的な初級で出てくるような漢字を書いて、その漢字にはどういう意味があるのかっていうのを、書いています。はい、例えばこの漢字、これは海ですね。海を意味しますね。 Sea ですよね。なんでかというとこの3つ、これがですね、水に関わる漢字につきます。これ自体が水を意味しているんですね。なので水に関わる漢字には大抵これがつきます。だから海、これポンド、池ですね。池なので
水がつきます。泳ぐ、泳ぐ、泳ぎます。スイム、これも水、水の中を泳ぐので、この漢字がつくと。こういう感じで、日本人は形を見たときに共通点がある場合、もし難しい漢字が来たらこういうので判断してですね、これ水に関係する意味かなとかね、なんか、そういうふうに思っています。これは月という漢字ですけど、これがですね、体に関する漢字に必ずこれがつきます。なのでちょっとわからないなと思ったら、体に関する、意味の漢字かなと思うと大抵当たります。例えばこれ肝、レバーですね、脇、それから腸ですね、腸ね、腸、胃、ストマック、肌、スキンですね、腕、これ足、ね、肉、片、この月がこのついた漢字は肉、これ肉片と言うんですけど、体に関する漢字が多いです。体に関することを表す漢字がほとんどなので、これで大体分からなかったら、まあ、体に関する、意味だななんて思ったりします。はい、それから単語をね、覚えるときはやっぱり自分がね、よく使う単語、興味のある単語から覚えていっては、どうでしょうかと、そういうことはね、お勧めしたいと思います。